皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日は10月31日、もう10月も最終日ということで、毎月恒例の私が10月に買って良かったものを6つご紹介していきたいと思います。今回もガジェット系、雑貨系、あと食品系混ぜ混ぜでご紹介していくので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは動画スタート。まず一つ目がこちら、居心地の超音波クリーナー3980円です。これはアクセサリーなどお手入れしにくいものの汚れを落としてくれる超音波洗浄機です。こんな感じでパカッと開けると、ここに水を入れて洗浄したいものを洗浄するっていう仕組みになっています。これまではアクセサリーの洗浄はなんかお椀みたいなのとかにもう水と洗剤入れて、で手洗いして、でその後クロスで拭くっていうのをやってたんですけど、結構やっぱりめんどくさいので、私もこの作業が好きじゃなくって後回しにしてしまうことが多くなってしまってました。でそうすると毎日つけてるアクセサリーがちょっと汚れてるかもなとか、ちょっと汚いかもなとか思いながらつけて、せっかくのお気に入りのアイテムなのにお気に入りじゃなくなってしまうっていうのがすごい嫌だなと思って、これどうにかしたいなと思ってネットでいろいろ調べました。で出会ったのがこちらの洗浄機です。まずこの洗浄機、見た目がコンパクトでシンプルなデザインっていうのがとっても私好みです。で色は黒、白、ネイビーとあって、私は黒とすごく悩んだんですけど、ちょっとホワイトの方を選んでみました。でこちらは蓋を開けるとこんな感じでお弁当箱みたいになっているので、この銀の部分に水を入れて洗浄したいものを入れてスイッチをオンにするだけです。でスイッチをオンにすると3分間洗浄してくれて、水中に見えない細かい気泡がたくさん発生して、それが弾ける瞬間に出る衝撃で手が届かない細かい隙間の汚れなどを取ってくれるそうです。この今までの手洗いとかでは落ちなかった汚れがふわーって浮き上がってくるんですね。これ見てるだけで結構汚れ取れてるなって感じがして気持ちいいです。で洗浄し終わるとピカピカで綺麗になるので、毎日気持ちよくアイテムを使うことができます。しかもこちらは水だけでその洗浄してくれるので、そのアイテムが洗剤とか使うことによって傷むんじゃないかなみたいなのを気にしなくていいところも嬉しいポイントです。で汚れがひどい場合にはここに洗剤を入れて使うっていうことも一応できるみたいです。で私はアクセサリーだけじゃなくってメガネですね、毎日やっぱり使うものなので、ちょっと隙間とかに汚れが入りやすいものとか、あとはアップルウォッチのバンドです。これも腕につけてて結構汗を吸い取ったりしてしまうので使ってたり、あとは毎日使うお化粧の筆ですね、これも前までは手洗いしてたんですけど、この洗浄機を使って洗っています。本当に一つ持っているといろんなアイテムが清潔に使えるようになるので、とってもおすすめです。はい、続いてが今もつけているこちらのアップルウォッチのバンドです。可愛くないですか？これはガーカルというサイトで3500円で購入しました。このバンドはまずデザインが珍しくって、普通のバンドよりもかなり長いんですね。これを二重巻きにして腕につけるとこんな感じになります。アクセサリーのような存在感もあって、グッとおしゃれな雰囲気になるのがとっても気に入っています。で内側がこんな感じでクロスなデザインになるのもとっても可愛いです。で素材は PU レザーで高級感が出るので、お仕事でつけていてもカッチリ感を演出してくれます。私はブラウンを購入しましたが、他にもブラック、ホワイト、ピンクがあって、どれもとても可愛いので、私もブラック欲しいなって今気になっているところです。でもちろん最近発売されたばかりのアップルウォッチのシリーズ7にも対応しています。こちらは最近お気に入りのガーカルっていうショッピングサイトで購入しました。本当にデザインが可愛くって、お値段が安めなアップルウォッチバンドとか、あと iPhone ケース、それからアクセサリーなどどれも可愛いので、見てるだけでいろいろ欲しくなっちゃうサイトです。で1点だけ注意点としては、結構発送まで時間がかかります。これもどれぐらいだったか、2週間か3週間くらいはかかりました。なのでちょっと急ぎのものではなくって、気長に待つ必要が
あるのでそこだけお気をつけください。 Apple Watch ってこのバンドを付け替えるだけで全然違う腕時計を楽しむような感じで毎日時計を楽しめるので、それがすごく気に入っていて、今いろんな Apple Watch バンドを試してみています。なのでまた Apple Watch バンドだけを集めた動画とかも作ってみたいなと思ってるので、楽しみにしていただけると嬉しいです。続いてがこちらのじゃーん、折りたたみランドリーバスケットのホワイト、これは1873円で購入しました。私はずっと洗濯かごっていうのを持っていなくって、よく Vlog でも登場してるんですけど、洗濯機から直に取り出しながらハンガーにかけて、それを浴室に持っていて浴室乾燥機で、乾燥させるっていう、まあ、効率が悪いのでちょっと洗濯かご欲しいなと思っていろいろ調べてて、こちらに出会ってこれがとっても便利なので紹介させてください。でこの洗濯かごはこれ折りたたんでる状態で届くんですけど、こうやって開けて組み立てて洗濯かごとしてすぐに使うことができるアイテムです。こんな感じで、ポイントが2つあるんですけど、1つ目はこの足がついてるので洗濯物を干すときにしゃがむ必要がなくって腰に負担がかからないっていうことです。こう床に置くタイプだとどうしてもかがむ必要があると思うんですけど、この足があることによって高さが出て簡単に洗濯物を取り出すことができます。でもう一つは折りたたんで収納しておくことができることですね。これが私はすごく嬉しいんですけど、この洗濯かごはこんな感じで折りたたむことができます。で折りたたむとすごく薄くなるので洗濯機の脇に収納しておくことができて、置き場所に困らないっていうところがポイントです。でこれは私は今洗濯かごとして使ってるんですけど、なんかお子さんのおもちゃを入れておくとか、ちょっと脱いだ服を入れておくとか、毎日使うもの、使うカバンをここに入れておくみたいな感じで、いろんな用途でも使えると思います。これもまたその洗濯物を干す時間がすごく楽になって楽しくなったので、よかったらぜひ使ってみてください。はい、続いてがこちら、キーボード新しいものを購入しました。こちらキーボード製品の中では高級モデルとして多くの方に愛されているトープレのリアルフォース PFU リミテッドエディションを今更ですが購入しました。お値段は 31,350 円でした。ちょっとやっぱりお値段は高いんですけど、このキーボードを打ちながら作業をするっていう時間が本当に楽しくって作業がはかどるようになったので今回ご紹介したいと思います。このキーボードはまずもう打鍵感ですね。キーボードを打つ時の感覚が本当に最高なんですよ。でこの打鍵感がいいとキーボードを打つのが何よりもやっぱり楽しくなってタイピングがはかどります。このリアルフォースはなんか音で言うとシュコンシュコンみたいな感じで、もう打ってるだけで気持ちがいい、心地いい感覚なんですね。これまではキーボードのその打鍵感っていうのはあんまり重要視してなかったので、その作業時間っていうのは単なる作業時間だったんですけど、キーボードを打ちたいからちょっと作業しようみたいなぐらいに思えるようになってきたので、この打ち心地って本当に大事なんだなというふうに思います。キーボードの細かい話をしだすと本当に終わらないので、ここら辺で今日は終わりたいと思うんですけど、やっぱり打ち間違いが以前より減っているっていうのもこのキーボードを買い替えたことによる効果かなというふうに思います。この作業時間がやっぱり使ってるアイテムによってすごく楽しい時間になるって大事だなと思っていて、 iPad をですね1年ぐらい前に購入した時にも、そこから文字を書くっていうのはノートとペンでも同じことはできるけど iPad にすることによってもうその時間が最高に楽しくなったっていう経験があって、それと同じくですね、キーボードはこの使うアイテムが違うだけで文字が打つのがこんなに楽しい時間になるんだなっていうのがまた新たな発見でした。その自分がお気に入りのアイテムでそのアイテムを使いたいから作業をするっていう風になると、よりいろんな時間が楽しくなるんじゃないかなと思うので、そういう意味でもおすすめです。このキーボードはもしかしたらまた購入した経緯とかどんなものと比較したのかとか、実際に細かい機能の話とかはもしかしたらまた別の動画にするかもしれません。はい、とりあえずとにかく今気に入っているのでご紹介しました。はい、続いてがこちら、これは iPad の着脱式ペーパーライクフィルム2590円で Amazon で購入しました。これはまあその名の通り取り外しができる iPad のペーパーライクフィルムです。
私は他の動画でもお話ししているように iPad は Apple Pencil と合わせて文字を書く、ノートにメモするということをメインに使っています。iPad にフィルムをせずにそのまま文字を書くこともできるんですが、やっぱりガラスに文字を書いているような感覚でカチカチ音が鳴るっていうのもずっと気になっていました。で、動画のコメントとかでもおすすめいただいて、その紙のような書き心地ができるペーパーライクフィルムっていうのを検討したんですね。で、以前までは貼り付けるタイプのペーパーライクフィルムを使っていたんですけど、なんとまた上から物を落としてフィルムを傷つけてしまったので、それを機に取り外しができるタイプも使ってみたいと思ってこちらを購入しました。というのもやっぱりペーパーライクフィルムをつけると多少なんですけど画面にざらつきが出るので、動画を見るときとかそういう書くとき以外は外したいなっていう思うシーンもいくつかあったんですね。で、このフィルムは取り外しがとても簡単にできるので場面ごとに使い分けができるのがとっても便利です。取り外しができるタイプだと浮いてしまったりして書き心地に影響が出るのかなって心配してたんですが、全く問題ないですね。ぴったりフィットしてくれて貼り付けタイプと変わらない書き心地になっています。で、このペーパーライクフィルムはこういう下敷きみたいなものもついてくるので、使わないときはこの下敷きに貼り付けて保管することができるので、こう持ち運びとかにも便利です。 iPad で書き物をしたいっていう方にはやっぱりペーパーライクフィルムはあった方がすごく楽しく作業がはかどるようになるアイテムだと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてがこちらのコムタンスープの素です。そのコストコに行った時に試食って、試飲っていうんですかね、この素をお湯で溶いたものを飲ませてもらったら、それがすっごく美味しかったので買ってしまって毎日のようにこればっかり飲んでます。私結構ハマるとそればっかり毎日食べたり飲んだりしちゃうっていうのがあって、もう最近これがもう超大好きです。中身がこんな感じで小分けになってるので、これ1個とあとはお水 250ml を一緒に鍋に入れて加熱させて、そこに食べたい具材を入れるだけでこのコムタンスープを楽しむことができるんですよ。すっごい簡単っていうのが料理あんまりちゃんとできてない私にとっても毎日すごく使いやすいです。で、牛肉とかキャベツとかをいろいろ入れてこんな感じでスープにして食べることもあるんですけど、これお湯で溶くだけでもいいっていう手軽さもあるので、私はちょっと仕事が遅くなった時とかに、なんかでも小腹空いたなみたいな時はこれをお湯で溶いてネギだけ入れてちょっと飲みながらお腹落ち着かせたりとか、なんかそんな感じでも食べています。はい、とにかく本当に美味しい。なんか唐辛子とか入れたりすればチゲにもなるし、本当に1個あると便利な食品だと思うので、よかったら試してみてください。はい、私が10月に購入してよかったアイテムを6つご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さんが購入してよかったものもまたコメントで教えていただけると嬉しいです。結構コメントチェックしてそこからアドバイスいただいたものを買ったりもしています。あとは私が買ってよかったものは楽天ルームの方にも少しずつですがアップしているので、もしよかったらそちらも見てみていただけると嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんからのコメント、高評価、チャンネル登録、本当にいつも励みになっています。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。